皆さん、こんにちは。習志野高校吹奏楽部です。本日は近畿津田沼夏祭りにお越しいただきありがとうございます。ぜひ最後までお楽しみください。本日の司会を務めさせていただきますのは3年生クラリネットパート亀山ひなと、同じく3年生ユーフォニアムパート北森ゆららです。どうぞよろしくお願いします。あなたは誰ですかというところでございますが、私は実写版の習志野です。今日は八ツ干潟から習志野が飛んできてくれたということで、私もワクワクしながらこの生き生き津田沼夏祭りにやってまいりました。なんと習志野高校吹奏楽部さんの方で今日は習志野のテーマソングであるドレミファ習志野を吹いてくださるということで、一緒に踊りたいなと思いまして今日はやってまいりました。はい、それでは司会を習志野高校吹奏楽部の生徒さんにバトンタッチをします。はい、はい、続いてお送りするのは習志野市のオリジナル曲ドレミファ習志野です。音楽の街習志野市のご当地キャラクター習志野が曲名に入っているんですよね。はい、演奏だけでなく歌や踊りにも注目してみてください。それではどうぞ。
79年なのですが、今もこうして受け継がれている本当に素晴らしい名曲ですよね。はい、続いてお送りするのは皆さんお待ちかねの野球応援。ありがとうございます。なんと今年は新曲が登場したんですよね。はい、数ある野球応援曲にさらに今年追加されたのはホワイトベです。今回は応援曲を8曲メドレーでお送りします。それではプレイボール。We'll be right back.
新曲のホワイトベルスを演奏しましたね。はい、球場で吹く野球応援は本当に最高でした。はい、それでは最後に習志野高校のチャンステーマ「レッツゴー習志野」と「キラッとサンバ」を演奏して皆さんとお別れしたいと思います。本日は生き生き津田沼夏祭りにお越しいただきありがとうございました。本日はありがとうございました。